はい、こんにちは、勝又です。さあ、ということで特報です。特大ニュース、こちらマーベラス、まあ、ちょっと今なんて書いてあるかわかんないと思うんで編集して出しますけど、アミューズメント事業マーベラスっていうのは、みんながゲームしてるポケモンメザスタの機械を作ってる会社ですね。で、まあそれで言うなら、その前の段階のポケモンガオーレもマーベラスが作ってましたけど、会社の名前ですね、マーベラス。まあ、タカラトミーアーツの一部だと思うんですけど、確か。あのね、これ見てわかる通り、新しいマシンが出ます。まあ、それはそうですよね。4年スパンで来てて、まあ僕の知ってるところで言うと、ポケモントレッタ。そして次がポケモンガオーレ。そしてポケモンメザスタと、今、なってるんですけども、2020年の12月よりポケモンガオーレの海外が稼働開始してると。すごいですね、海外でまだガオーレが稼働してて、台湾においては好調が続いてるということで、他の国においてもいい数字を出してるということで、やっぱガオーレ面白いよね。まあ、見てる人はやっぱメザスタ面白いと思ってる人がいっぱいだと思うんだけど、もう俺はもうやっぱガオーレで、この画像を見る限り、ついにガオーレが戻ってくるんじゃないかと僕は期待しております。まあ、なんでそれを期待してるかというと、トレッタ、ポケモントレッタが、まあ、今のメザスタみたいな感じで、もともとこう四角いやつなんですけど、まあ画像出しますけど、もともと印刷されてるんですよね。もともとある、もともとだから光ってたりとか、レアが決まってて、で、それで出すみたいな、排出されるみたいな。目指すさもそうじゃないですか。お金入れれば何が出てくるってもう決まってるじゃないですか。ただガオーレはそうじゃなくて、自分で攻略要素があって、気合を貯めて、伝説のポケモンを出して、ようやく伝説のポケモンと巡り合えて倒せたらゲットチャンスみたいな。で、ゲットできたら印刷っていう。あの機械の中で印刷されて出てくるっていう感じだったと思うんですけど、この筐体を見る限り、間違いなく二人向けではないですね。メザスタみたいに二人で遊べるやつじゃないですよね。これ。一人ですよね。やったね。戻ってきたかなって感じがすごい期待大です。で、ちょっとこれ見てほしいんだけど、多分液晶はね、これガオーレほど大きくないと思うんだよね。この上のちょっとこの部分はなんか多分違うんだよ。液晶じゃないと思うんだよね。わかんないけど。で、この出っ張りが気になるんだよね。出っ張り、ちょっとした出っ張り。何なんだろう、これ。だ、もう要は、完成されてるってことですよ。仕上がってるってことです、これ。で、発売時期は来年です。4年周期で来てますので、来年ですね。来年の7月です。これは間違いないです。あ、いや、どうだろう。目指すさ9月17稼働開始って書いてあるから、9月かもしれないです。9月かもしれない。2024年の9月になると新しいのになりますね。はい、ということで。いやー、ちょっとほんと期待大ですね。どんなのか。楽しみです。名前も何か気になるね。トレッタ、ガオーレ、メザスタと来て、4文字の何か。気になるー。ということで。まあ、メザスタの動画全然出せませんけど、あんま出してませんけど、まあ、ちょいちょい出しつつ、ゴージャススターが終わったらまた新しいのということで、動画出したいと思います。あと、情報で言うなら、8月11日からマクドナルドで、ハッピーセットで、おもちゃをもらうとさらにメザスタのタグがもらえるっていうのありますので、まあクーポンをねしっかり活用してマクドナルドで買ってください。あのクーポン使わないともったいないのでね、100円ぐらいちゃうからね、ハッピーセット。はい、ということで、それではまた明日。